んじゃない？ダメだこの魔王界、もうつかない。あの魔王界にはヘルス行っても楽しいね。巻き戻せ。ああ、嘘だ。どうしてそんなことが。嘘だと言ってくれよジョニー。帰れ。だ。あ、いやー、あったのに。すまん。見たー。猫と共に。猫たちで。猫が死んじゃったんだけどな。猫が。どのタイミングで使ったらいいか分かんなかったな。犯罪だよね、あのモルガルとかエチャンピオン。マジでぶっ殺して。ミスった。そうだね。ちょっと Q が強いわ。ああ、行ってていいよ。あと30ゴールド待つから。30ゴールドぐらい待ってみる。ポソが。犯罪ちゃんとぶっ殺した。許さん。アニマサソーサスピリックさん。ちなみに今、45のアダプティブフォースをつけてる。あ、インパスクロークもらえてる、僕。こんにちは。キュン。え、マジでそれ死ぬん？しゃあなし。キーンと動きます。うわー、なんか不吉な数字なんでね。何この猫。悪魔の数字だ。あれあと3秒と書いてあったし、待ってればよかったな。てかそもそもベイガーのさんに当たった時点で行くべきではなかった。なんだこのベイガーとかエチャンピオン、頭勝ち割るぞお前。アーゴットかな、勝ち割れろ。頭勝ち割るのガレンとダリス。ガレンがアーゴット頭勝ち割った。あれガレンだっけ。おう、剣突き刺したんじゃなかったっけ。しろ。マジって、なんでこいつ、あーファック消えそう、くそ、悔しい、芸人になった。え、なんで今の A 届かなかったんだろう。マジで意味だから、え、なんで、ガチ、なんで今の届かなかった。後でリプレイ見たろ。え、ちょっと待って、マジで意味だから、今の届かないのはガチでわからん。おぉ、なるほど。うえー、強っ。え？ハハハハハ、届いたよ。やばい、こっちのチーム芸人多いわ。遊んでるやつがいた。前でこれないもんな、アイテム。ねえ、CC 長いってマジで。アッシュ売れたあるの多分。ちょ、マキリ入ったろ、これマキリだ。あ、いや、違う気がする。マキリ持ったらエコーとして負けなのでは。いやー、いいと思うよ、別に。上がるまでもうなんかホームステイしよう。今そういう時代、ソーシャルディスタンス。待って、これがいかないと無糖も使わせてもらえない。カノガン食らったから今一瞬で買おうとしてしまった。俺の素早さが憎い。目の前を飛んだ瞬間にもう両手パシッてしてしまった。
全員だ。やった。あー死んだ。何もかの知識くらってしまう。頑張れ。息長いって、マジで。ギリ切ったね。お前そのパッシブ一回よこす僕に。最大体力割合だからね、イコはあんま回復しない。マジで僕画面固定外してできるようになってるわ。いいじゃん。守さんまだ画面固定の神だ。そうだね、画面固定。悪いとは思わない。悪いとは思う。けど、あの、見れが高いんだ。僕は落ちいって思う機会多かったから、あの、練習した。あ、やべ。そこ CC 合わされるか。どうしよう。怖いっすよ。怖いか、なんか、あの、相手の心を手で勝利に行けると思う。CC 対決の装備がさ、なんてさ、なんか、あれしかない。あれとあれ、なんだろうか、コテとさ、ブーツしかない。うん、マジで意味なくないんやん。刺しか。いや、でも、刺しさのっちゃうんだな。死にも当てに行けばいいなじゃん。だな。行ったけど。うん、ナイス。いいでしょ。かもですね。無理無理無理。人来てないし。すみませんね。スウェイン？スウェインさん？CC 時間長っ。いや、ユーミがついたからスタンになった。いや、俺ダメージもらってない。見て。スタンもし当たってたら俺乗れてない。あーやだよやだよ死んだ。いや、バオカイトバイが入っていってくれるのは嬉しいけど、高速は つけないんだよな。まあ、で、バイのディス数おかしいしね。私も大概だけど。まあ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 。ベイガーがやっぱ強いわ。まあ、バイはタンク行ってたあれだから。まあ、そうだね。だるいな。
てか、ちょっと無理なエンゲージが多すぎるかも。うん。マオカイの R スタートは、あれなんだよな。持ってない。そう。このゲーム、あんまりスキルすかしたり外したりすると勝てないようになってるから。だって、結構距離離れてる状態でマオカイの R したら、そりゃ当たらんわなって感じ。普通に体入れて打ったらもう。少し待つか、65あるか。何してんの？今ウルド使われても結局なんか入っていけないんだから今やめてほしい。それでニンバス毎回発動させるの面白いからやめて。ああ。ああ。ああ。CC 多すぎる。危ない。でも僕回らないから何もできないよねこれ。いやマジでダメ。イグゾス完璧だって今。いや、レイチ入れてこなかったんだ、マナシス。僕死んでくるからさ、弓みたいな感じで、ついで。早く死にたい。あいつなんで適当に入っただけで、あ、CC 受けてやったからか。なるほどな。てか俺があのタワーダメージ近いくなってた。タワーダメージは多分誰も見てないからあれだけど、もうなんだ今の判定。はーい、
40秒じゃウェーブ押し押し。上に強いな。どうしようかな。要は、僕が死なないで待ってればいいだけ。どうしようかな。10% のクールダウン短縮どこでもらおう。アーレントセンサー、青森さん欲しい？あった方が嬉しいかな。オッケーだから。オッケー。リレクションも結構そうだけど。どっちからね、でも、アデセンは魔力がもらえるから。そうだね。そっちの方がいい。じゃあ。青回信号してくれたんか、これ。決戦になりそうだ。ちょ、何してんの、アップぐらい待て。はい、こいつはほー。あ、でもマジか、それクラウンか。バイさんもうちょっとやり方あったんちゃう？やったー、うまく倒したね。にして遊ぼうと言って、僕の画面ではそんな恐ろしいこと言うキャラと自分にヒーローかけるためだけに一回ちょこっと顔出してヒールして、はい、腹立つ、ナッシャーテース持ったろ。はい、お前思考の力を味わうがいい。あ、でもナッシャーテース持つ前にゲーム終わりたいな。私のさ、持ってるアイテムさ、マジでクールダウン多すぎてくさ。どれ？いやー、無理だ。数。何したん？いや、普通にちょっと、下がりきれなかったんだよな、今。いや、魔王界があるからなんかイメージした。お、それ逃げた方。逃げる、僕はな。でもワンチャンあるのか。ワンチャンある。無理。そうなんですよ。いや、無理。明日さんあるあるんすか。それ明日あるあるんすか。もしでもよすると30秒近くで行ってから見てくれ時間速報大好きマンじゃん。あ、回復してあげて。アルテッドハンター強よ。何しよう、どこに撃った、どこに撃った、それは。え、誰当てに撃ったそれ。これはまあ、お金に売ると上がるまで待った方がいい。いや、待たないとダメだよ、それ勝てんよ。僕だって今できるのちょっかいかけるだけで。バイ？あ、そっか。チームで戦うっていうこと。よくないもん連れてくんだって。マジで来ちゅう。いや、マジで、うわ、マジ天パンじゃんこいつ。いや、ちょっと雑だな。いや、負けた。これは負けです。いや、もうこっからは無理。ワンチャンあるけど。バイがね、マジ周りみたい。こいつあれだ、トップレーの人間だ絶対。バイもそうだけど、魔法界もやばいよ。エンゲージというか、チームじゃない、一人でなんか言ってるもん。マジでこっちゲーしてる。よくない。収穫バイ。え、どこに打ってんの、魔法界ある。え、何しとん。それ無理よ。何も無理。無茶言うな。いや、マジで無理やって。な、まずい。パリです。一回ぐらいしっかりした集団戦したいんだけどな。なんか、
バイク勝手に突っ込んでいったから。あ、ちょ、なんだそのウルトは。こいつは、ボット？ああ、あ、まずい。ワンチャンエンドいけるかな。いや、エンドいけると思う、エンドいけると思う。ミニオンちょっと座に叩いてもらって、こっち AP デシオンでも全然叩けるから。あー、終われんか。結構。よし。いやー、やっぱ、このゲーム強いな。これはダイヤも強かったけどね、あの、エンドしたの力持ちエコーが強かった。そうだね。まあユーミのヒール量もやばかったし、地配積んだのあれだね、マジで正解だったんじゃない。うん、地配なかったら多分一瞬で落とされてる。うん、見て見て、クールダウン 70% ビルド。くそ。なんだかんだ言って俺2番目にダメージ出してて笑うみたいな。4万ダメージ出してるわ。そうだね、やっぱり割合ダメージは強い。なんかわしの W ってさ、あの出すとこ見られたらさ、固まらんからユーミの R から入ってもらって後ろに逃げるとこに W を引きたくなってる。 R から入りたいのはそうなんだけど、マオカイの R から入ってくれるのが一番確実なんだよな。 WR ってばっかなんだもん。なんかユーミの R なんて最初に見ても暴れだし起きられるし。ねえ、ウルグさんは来てあれだね、来て去ってるね。いや、全く会話に参加してもらえた。ノルマのキープやけど。ライオットアーディオだよ。マジシュレッダー勢だったけど、これザックだったら絶対負けてた自信がある。メンテナンスのため現在アカウント以降は利用できません。あれ、はあ、そっか、あれパッチ来るんだっけ。いや、いや、取られた。パッチノート約13日前だ。あー、来てしまうのか、地獄の 10.12。 まだじゃん。いや、そんなアフ。なんかチラッとだけ聞いたはず。ヤスオの体力が30ぐらい減らされて、で、W のシールドが30秒になる。ヤスオ別に強いわけでもないのに、なんかそんなナーフされんの悲しい。うわ、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 シールドよ、もともと、ヘルス減るからって言って、あれなんだよ。あ、よかったよかった。ちょっと戻ってきたんだね。シールドよ。戻りに。おかえり。あら、徳間さん入っ、ウルグさん来ますよ、これ。たら。いや、いいです、いいです。今、TFT やってるので。あ、もう一回やらなきゃいけないので。あ、そうなんだ。じゃあ、次の次ぐらいかな。うん、じゃあ、あるとしたら。徳間さんと、いや、あんま知らない人呼ばない方がいいか。あ、いいです、いいです。呼んでください。はい、わかりました。基礎 HP が33かかって、バスのシールド量が5ずつバフされる。ヘルス33下げられて、シールド量5しか上がれへんっていう悲しい。で、W の封殺の壁が序盤30秒になって、で、終盤は変われへんっていう。天海さん、どうしてこんなナーフ通したの？おかしい。しかもこれさ、
IE がクリティカル、あのクリティカルを確定ダメージに変えた時代からしたらダメージ下がってるからね、今のクリティカルダメージ。まあ妥当じゃない？やつを。はぁ？強かった？いや、うざかった。いや、うざいのはそういうチャンピオンだからわかるけどさ、うん、強くなかったじゃん。違うじゃん。まあでも、ゼドもうざいっちゃうざいからな。強いかどうかって言われたら微妙じゃん。なんなら弱いって言われてもおかしくないぐらいのチャンピオンをさらに弱くしてって。おかしいでしょ、言ってる意味。あ、プレイヤースキルで化けるチャンピオン弱いって言うな。弱いじゃん、今。黙れ、届くな、喋るな。カウンターチャンピオンに出されたらもう、どのうち死ぬじゃん、こんな。うるせえ、黙れ、んなもん誰でも一緒じゃん。いや、なんなら勝っててもワンミスで負けるっていうのがおかしい。アサシンはリラップできるじゃん。しっかり、あかり、しっかりリラップできるじゃん。ちみる？あれ、違う？あおりさん。何が？ちみるじゃなかった。誰が？書いてあるよ、ね。これ人？うん。あ、これちみるじゃない。あれ、違うん。なんかこんな名前のクラブタグ入ってなかった、うん、あーこれはね、でもチミルが作ったやつなんだけど違うね。はぁーこれダグマッタくんじゃん。あ、こいつもやったーやったー前回の反省点を生かして征服者を持ちます。あ、でも俺ショコラさんにダイヤノスキーを送られたからダイヤノス使いたいのはあるな、バイが。ほらダグマさん、マジ？ここのサーバー、なんか、あれだった？あ、ごめん、返して、カタリナ。ごめん、ダイアナ取って。エトリアルやりたい。あの、再起動してなかったから、あれだわ、無理だわ。再起動してなかったから、ね、スキン設定できなかった。マモリさん？ん？本当はね、これをポンコツって言うんだよ。うんなあ、ポンコツだよ。おい、ポンコツだよ。はい、ポンコツです。ポンコツです。どうもよろしく。お前、街で少女とかに挨拶近づくときにポンコツって返事返されてしまい。ダクマスさん、ここのサーバー飛んじゃうか。忍者ここに行こう。うわぁ、これ絶対語り名前ないわ。やだ。無限腰痛。無限腰痛。てか、入ったら負けるんだけど。ん？入ったら負けるに。ガチハードカウンターの、ま、やめちくり。あの、誰に対しても入っても終わると思うんです。いや、リンコに入っても終わるし、グラガスに入っても終わるし、ジェイスに入っても終わるし、ジェイさんまで許される、イラオイが入っても、あれちょっと今回ダイアナ息できないかもですね。カタリナもちょっと息できないかもです。まあ、ミスポーチューのためにね、僕 R 引っ掛けて、うわほほしてもらうだけでいいから。タンクダイアナっていう選択肢はダイアナにはあるけど、カタリナはタンク許されないから。確かにタンク行けば行くか。俺はタンク許されないから。タンクという許されないか。俺タンクに行くの許されるか。だってさ、タンクに行くの許されるか許されるか許されないけん。AP に行かないと許されないね、これ。いや、でもフロント張ってあげないと、これ ADC3 枚だからさ、後ろ突っ込まれて終わると思う。じゃあ、ルワからですね。やば。まだ2位ことが深い質の高いチャンピオンを。あ、なんか入ってるわ。全然見なかった。
終わった終わった終わった。きつ知ってた。あ、知ってたな。これどうしようなくね。勝ち筋見えへんねんけど。フォークも相手の方が強いし、オールインも相手の方が強いし。これ、え？どうすんのこれ。どうすんのこれ、マジで。これ、マジでどうすんの。どうすんの、なんかどうしようもないが交代だよ、それ。危なナイス。何やそのエイトロックスとかいう連続者、帰れ帰れ。痛い。マジ無理ある。マジ無理。武器どころの騒ぎじゃないんだけど。マジでさ、フラガスにイーサルだけって死にそう。あ、マジか。ね、無理です、積んだらこのゲームぬるいが。いいよ。無理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 、今言ったらしな。まず、あ、ちょっと分かる。はい、素晴らしいウルト。ナイス。今めっちゃ完璧じゃね。ね。ナイス。これ以上あるかっていうぐらい完璧なウルト決まった。うわがのためって言うならちょっと俺のウルトが遅れたぐらいで。まあ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 。AP 行きます。もうこんなんダメですよ。AP に行きます。夢見ちゃった。いや夢見ちゃったっていうか、あのこれができるんだったら AP タンクいってもいいし AP いいんでしょ。そうね、ロア型ビルド結構いいと思う。はい。なんで今殺せないの。ウルト回ってたらな。なんだそのダブルキル。なにダイアナ入って引きが緩んだんかいて。頑張れ、勝てるぞ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 、頑張れ。あーそれはすごいよ。いやーまずか。ちょとりあえず俺あれだわ、あの就職不安だか話になれへん。俺どっち今いろいろバリアスかな。いや マジ前えんこんなの。ない、20秒。オッケー、待つ待つ待つ。いや、今さ、今敵にも2個いないからさ、めっちゃ入りやすいんよ。いや、打ってないの分かってるから。エンゲージできるんだったら、あと10秒。いつオルト上がった？オッケー。エスリアルとザイクルまで待つ。うん、オッケー。
ナイス。あの、ワースじゃないな。ワースじゃない。あ、でも、お、エイトロック死んだからワース。エイトロック死んだからワース。ナイス、ナイス、ナイス。やっぱ、体が一瞬でもっていかれる、これ、デスダンス行こう、後で。僕はデスダンス死んだらダメですよね。ダメです。ダメです。ベルト行こうか。いや、これあれ、モレロイってデスダンス行くわ。ちょっと、AR と MR、最低限必要、これ。てか、今の。ナッシャートゥースにも行きたいんだけど、ナッシャートゥース持ったらタイマン性能めっちゃ上がるから、ナッシャートゥースちょっと見たいんだけど、なんであのニーコ。え、あのニーコヌーブじゃないの？何あのキャリーズコア。え、あれ、ニーコが沼じゃないの？相手チーム。ニーコが一番キル持ってる。いた。視界取るんだよね。この前やって知った。うん、そうだね。これ重傷欲しいな。モレロ一応行くけど、うん、それ引っ張られるのか。てか今グラガスが時計なかったら俺多分3人は持ってきた。パッシュは間に合ったか。よくないか。時計もカバンといけんのかと思って具合悪る。吐きそう。これちょうだい。しんどいな。単純にしんどいな。相手が強すぎる感じ。いや、イラオイがやべえ。イラオイもやばいけど、エイトロックスもやばい。フォーカスしないとできないって、いや、複数いるのがやばい。だ、一体だけキャリーだったらいいんだけど、複数キャリーがいすぎて、ちょっと困る。まあまあ、ゆっくりゆっくりゆっくり。今のうまくやったね。うん、うまくやった。あ、本当だ、本当だ。はい。ニーゴ殺したからタワー待って。欲しい、タワーを、タワーを叩いて、一緒に入ってほしいじゃないの。タワー、タワーを、お願いします。お願いだからタワー割って、マジで一緒に叩いてほしかったわけじゃないんだ。なんでグラが死んだんだあれ。タワー折ってるやつよ。壊れてるから大丈夫だ。ナイスナイス。どうしようかな。デスダンス先購入してしまうか、モレロか。そうだね、フレービーってこいつが溶かせるのが結構なアドになってるやつ。こいつも溶かせるわ、多分。クローンあれ全然悪くないと思うけどね。待て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 。
モレロできた。モレロでき。いや、抱いたかったな、できれば。長くにそれ。おはい、うまい。引き戻すと。綺麗だった、今。ね。オッケー。やっぱあのもうちょっと話す合戦ができるんだったら魂の収穫でもよかったんだけど、こう言って混戦になるんだったら全然制約者の方が強いな。そうなの、ね、前の試合は何を考えてるんだろうか。まあ相手見てから分かれへんから。これ聞きたいんだけど、まあ死ぬやつで死んで引けるやつ引いて、ここは死にたいな。グラが変わらなくなったかもしれない。雪玉があったら行く。行けん。雪玉ないけど、フラッシュでついていく。ちょっ。あ。あー、マジか、今の誰もかばってくんないのか。避けちゃった。まあでも解き上がってないからアメフェスだったらどうしようもなかった気がする気がする。いや、入るでか入って R ができればそれでよかったもん。ダメージないよ。なくてもいいよ。重ねるだけでいいんだからだって。多分、そこまで期待するほどダメージないよ。OK アメフェスだって今回。僕いなくても勝つの何なの。あ、2個か。よう、よう、エイドロックス、楽しいよな。なあ、僕と差し合って楽しいよな、エイドロックス。ナイス。次は間違えてね。おお。はい。マジか、今の負けるんかこれ。死ね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 。そそそそそ、エメフェ行け、エメフェ行け。いや。ない。俺めっちゃ頑張ってたその間、足とかしてるし。あの足並み揃えてくれたらグラガス殺すだけで終わってるよ。どの道よりディスタンス上がるか一回帰らんたか。とりあえずは最低限必要だと思ったものが出たけど、あれだな、仮面とか欲しそうだな、これ。
高そう。はい。あとミニオン1体でレベルが上がる。もしくは。はい。あ、スキルどっち咲いてんだけど。これがあった。マジか。あるないんで。味方アルミがあった。ごめん。勝ったと思った。勝ちを確信してなんか今疑わなかった本気で。ちょっと入っていくの無理がありちゃった。ごめんよ。いや僕はね味方の位置見てなかった。今のは敵が集まってからマジで殺せると思って本当に疑わなかった。勝った勝った勝ったね。あ勝ったわ。僕の判断やはり間違ってなかった今。これはベイト。相手の貴重なスキルを測ることに成功しました。これはもう勝ちやろ。やるなら今しかない。珍しく活躍しましたね。やっぱりエンゲージ役が向いてると思いました。良いね。だってガリューやった時もさ、マオカイやった時もなかなか成功してない。ガリオ？ガリオ。はーい。あ、たまに使ってんの見るな。確かにガリオは確かに良かった。はーい。めっちゃなんかカラフル評価もらった。ショットコーラ、ハッピーフレンド、メンタルマスター全部もらった。良かった。ウルグさん割りそうかな。そうだね。全然。多分やったら使えてね。ああ、了解了解。単位自身負けたと思った。高生活だ。でわいわ。金がいるから。CS の奪い合いだからね、そこは。大変なもんかけです。嘘つきました。ごめんなさい。なんでもないです。やります。あ、いいじゃん。いいじゃん、スレッシュ。絶対から生まれる。さあ前に出ていくやつがいねえからさ、誰も回収する人なさそうなんで、これ大丈夫か。そうじゃない。ああ、ショートストッパーで入ったところなんか吸って帰ってみて。知識と無駄なこっちだよ。どうしようかな。俺魂の収穫も収穫かこれ。収穫祭じゃない気がするんだけど。まあいいや。なら征服者とか持ってもいるだと思った。ザイラさんに CC をかけてもらってから Q する。それにベルコズが WW じゃに E を合わせてスタンカードを投げる。完璧ですね。まあ、ベルコズは軽減可能だから、ね、ガレンとかフッってやったら軽減されちゃう。ノックアップじゃないもん、ベルコズの言う。悲しいよ。GP のパクって言ったら解除される。GP 成功っぽいよな。あれ成功いよね。ダソのルートとか解除されるよ。何ちゃん。な、まだ成功いと思う。アニビアウルトを引きながら。アニビアウルト引きながら違う、ね。パクってして何になるんですかって。したんだけど、アニビアってモルガナのハードカウンターらしい。ウェブ不死能力モルガナなんか出ないでしょ。いや、そもそもがあのウルトに上にいるだけでスペルシールドがなんかマジであの秒で溶ける。ああ、そういう、ね、これ普通にモルガナに対して2個で勝てる気しかしない。ああ、ちょっとデッドマンプレイだって変わった。知識とか別に頼むって俺 P。 あ、OK。 デッドマンプレイだじゃねえな。じゃあキールはどっち行くかなって。タンプレス持ってるし AD だと。はい、フラッシュアウト。いいフックだったね。うん。収穫祭させてろよ。やったー、収穫。
マジか、これ誰に渡んないのか。四次元チェスってなんぞや。キューの分裂後のプラズマを当てた回数だ。今回戦闘起こりすぎたらいい窓とかない。てかこのゲームいらないと思う。確かに新スキルじゃん実際。うん、ロームするレーン、めっちゃ死ぬんだったらスキルだ。相手に許しつけなすぎても。アイス。いや、ブラッドミアにキル入んの具合悪いな。まあまあまあ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ブラッドも結局、今まで行けば、何も。ダメだな、俺ポチ振ったの。なあ。いや、単純に俺、この体柔らかいイメージっていうのが多分ダメ。専門。できること多い代わりに全てが中途半端だから。そうだね。青いな。黄色い。脅威だよこいつ。てかあれだな、スキルコンボが下手っていうより Q の当て方が下手だな俺。Q の当て方が下手すぎる。どこ行った？ああ、なるほど。
あ、いそれは賢い。ちょっと、あ、マジか。惜しい。目からビーム。死の。目からじゃん。だから。これ2だよ。まだも。確定ダメージ痛そう。ちょっと無理だったね。デスタンス行くかな。はい。俺はところでいつになったらいいよと。必要ねえスキルだもん。バックが足りないな。一回俺死みたいな。金3000ゴールドじゃ。ありたい。カルバがフレックスピックとして優秀すぎる。
ナイス。俺もそろそろ死にたいよ。変なウルトに巻き込まれた。あ、ベータスチャンプアイディア外した。よし、いきます。着実にブラッドが悟ってきていることがよう。でも俺結構ダメージ出るから、もう言うてブラッドがちょっとミスった瞬間にウルトでパシッ。OK? いや俺マジで結構、だってウルトのやつで最大1000ダメージ出るし。タロンも一応スローっていうのあるの忘れないであげて。行動妨害だから CC は。不能防御効果じゃないか。それはハード CC。 いや、CC じゃない。なんか聞いたんだけど、いけいけ、どんどん。シャコいないまま戦うつもりでよろしいか。こっちでブラッド見てたからそっちには行けないのか。アラウェってずっと勝っててもつまんないんだよな。いや、負けて負けて負けてが、そっから勝つために頑張っていくのは面白い。そうか。やっぱ結局運ゲーだから構成によっては勝っちゃうからね。フリーで勝ったりしたら面白いけど。そうだね、逆転勝ちみたいなのがおもろいけど。さっきとかそうじゃない。さっきそうだったっけ。さっきはそうだ、ね、2回前。あ、でも1回も前もそう。あれか。だから最初負けた。完全時は楽しかった。私のウルトで変わった。世界が変わったね。流れ変わったな。ノーマル行きたいんか。ノーマル行くんだったら行きます。お疲れ様。トイレ行きたい。まあ、人はつまんないしね。行ってらっしゃい。村入るんだった。俺はこのゲームは村を任せにしないけど楽しい。じゃあ明日かな、また。
そういやさ、なんか別ゲーあれマイクラみたいなゲーやろう言われたんだけどさ、マイクラダンジョンズみたいなやつ、なんか似たような感じ。え、やることはあれ職業とかなんか RPG 風の何かマイクラ、え、なんてやつ、テラリアじゃなくて、トローブか、ん、 TROV、 全然わかんない、言い方わかんない、聞いたことないな、そのゲームが。トローブっていうのは何か言われたから、へえ、入れておくんだ。今ダウンロードはしたんだけど、したもん、うん、トローブ、このゲームで無料だった。あれハマってる？うん、あのゲーム、なんだっけ、何、バロラント、クソバロラント、全然やってないな、そういう人がいない。トローグじゃないな、多分わかんないけど、うらうら、ブーです、ブー、おかえり、トローブーです、グじゃなくてブーです、トローブ、ブー、あれなんでもいいってでしょ。これか。もうやんない感じ？そうだね。人集まらなそうだし。もうまたアラーム。来ないし。アラームは疲れた。アラームはね。あ、ウィンティだ今日は。PS4 のゲームじゃないの？あ？ PS4 のゲームじゃないの？パソコン版があるの？そうなの？なんかトローブっていうゲームをパラさんが誘われたっていう。ああ、知ってる。スチームのやつ、スチームのやつこれ。あ、そうなんだ。ほら、今チャットの。スチームの無料ゲーでよ、これ。無料なんの？あの、アジアサーバーがないから、ピンだけは進んでいこうとか、なんか、タイマーガチでロレナを変えたいのかもです。いや、言われた。誘われてるって話。ああ。カロンさんに一緒だな。そう、カロンさん。私やんない。要は、みんなでテラリアやりたいんだよな。まあ、わかるわ。テラリア全くわからんからパス。いや、あのね、みんなで足並み揃えて進めるゲームだから、わかんなくても一番最初からいれば絶対についてくる、これは。てか、ついてこな、こざるを得なくなる、これは。本当にやり込んでる時間があの物を言うゲームだからテラリアって。ちなみに私はプレイ時間532プラスモッドの方も合わせると532に足すと10時間で587時間プレイしております。もう嫌いよこれは。しばらくはそんな時間、しばらくっていうかまあ時間そんなに取れないだろうし、ここ最近がコロナのせいであれだよ、何もなかった、 なさすぎただけ。そこまで時間取りがもっちもち。ほんとだ、トローブ結構昔のゲームなんだろう。歴史があるゲーム。そうだね、日本語ないのか。日本語はなんかプレイしてるとこ見つけもらったけど、日本語はあったけど、うん、日本のサーバーがない、アジアサーバーがないかもしれない。大変そうだ。命令を遂行する。そしてヨルグさんは TFC のランクを置いていますか。はい、難しい。ゴールドに上がらないといけないんでしょうか、明日までに。なんで？あの、シーズンが終わるんですよ。へぇー。シーズン終わりの時ゴールドだとエモートがもらえるんで。もうそんな TFT 住んでんのか。あ、おいさん、行ったら、いや、いいや。スマイル。TFT、難しくて。頭痛くなる。そのエンジンだったら教えてあげる。次のパ
いらない、次のパッチで使えなくなる、その間に。誰の声今の。私だよ。すごいな。あ、来た。芸人だから。ちゃんのパルスファイアのやつだった。パラさんのことをちょっと聞いた時は大体高い声だもん。はぁ、でも最近そんなショコラさんとは遊んでないしな。てか俺も配信見ながらダラダラしてることが多すぎる。あって、いないんだ。あ、死んだ。パラさんいないよね、最近。入れ替えるの忘れた、8位だ。なんか、覗いたら基本ここにいるからって言われて、あ、そうなんて言って見てもいないし、でも、なんか、これいい。違う。多分ね、活動してる時間が違う。僕夜が多い。活動してる時間が違う。一年見てとかはいないね。まあね、それはありますよね。コロナの時の、ね、コロナの時のメルさんすごかったもん、なんか。コロナ時代のお月様だったもんね。お月様だと思って。深夜帯行ったけど、コロナ終わってから俺そんな行けないから。終わってないけど、ね。終わってないけども。収束し始めてるから。そうだね。だからリアルのデータがなくて出したんだから、だから今のなんか生活リズム的には多分じゃあショコラさんと会えへんだなっていう感じ。でも体調良くなったんじゃないですか。違う、しんどいよ。だって私あれなんだもん、なんか一学期大学なくなっちゃったんだもん。これだってあれだよ。あ、そうだ。引きこもりしてたせいで体動かし、久しぶりに動かしたらめっちゃ体が痛く。コロナ何もしないのはやばいよ。コロナのせいで引きこもってたら体がめちゃくちゃ痛いみたい。久しぶり。引きこもるのはいいけど。